ちょっとだけ、ちょっとだけマスク外してちょっと。これと、はい。ありがとうございます。これで。はい。ほら。あ、いけるいける。食べるのは好きなんですけどね。いけるいける。使いがちだ。山田さんが忘れないように毎回カニを言い続ける。よし、はい。どうも、山田俊明です。花子です。斉藤みなみです。また？そんな言うの？前回もなんかここうまくいかなかった感じですね。不思議でね。はい、今日も、花ちゃんとみなみちゃんに出てもらいます。よろしくお願いします。お願いします。それがさ、ついに。思い起こせばよ、お二人にも出てもらいましたけども、このチャンネル登録数100人超えました、わーみたいな出てもらったじゃない、なんと300人を超えました。ありがとうございます。いやもう本当に楽しくて、ちょっと登録者数の増え方がね、誤ってきた。うちらの力、完全にそうだと思います。うん、そうだから、やっぱりね、こう女子が出てくれると一気にね、増える気がするわけです。このチャンネル、山田俊明チャンネルですよ。いやもう朝ですさんのお力をお借りしての私のチャンネルですから。あそこも含めてどれチャンネルってとかありますか。だからね、思い起こせばよ、あさみちゃんでしょ、そしてみこちゃんでしょが出てくれて、はらちゃん、みなみちゃん出てくれて、でミリちゃんでしょ、みんなが出てくれた動画ね、やっぱこうすごいのよ。私レベルのこの YouTuber からすると、あとね、再生回数の伸び方っていうのがすごくて、やっぱりこうサムネにね、可愛い女の子が出てると違うんだなっていうのをね、非常に深く感じております。みのみちゃんのアップにしましょう。いや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 、ちょっと行ってみる。いやめちゃくちゃマスクするぞ、これこれちょっとだけマスク外してこれと、はい、ありがとうございます。これでもう500回乗りました。ちょっとハラちゃんも行ってく、ハラちゃんも行ってきます。ハラちゃんも行ってきましょう。これ、はい、ほらこれ何回、10回ぐらい乗りましたかね。いや、ハラちゃんもアイドル歴長かったからね、ずっと応援してくれるファンの方もいるからね。大変、はい、皆さんぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。これからもみんなに出てもらおうと思います。でね、今日お二人と話したいのは、特にね、みなみに言いたいんだけど、はらちゃんのインスタって見てる？はい、見てます。なんか最近女子力すごくない？いや、僕ね、正直最近なんですよ、はらちゃんのインスタフォローしたの、はい、そしたらなんか普段接してるイメージと全然違って。え、ちょっと待ってください。最近フォローしたんですか？そう、ね、してなかった。なんだ、してなかったのよ、実は。あ、なんだ、俺はらちゃんしてなかったじゃんと思って、多分ね、2ヶ月前くらいかな、割と最近。そう、フォローしたら、ほら、ストーリー結構上がってくんじゃん。はい、ストーリー上げてますけど。したらさ、料理めっちゃやってるやんみたいな。そうなんです。ちょっとはらちゃん、はい、あんたできるね。できるっしょ。そんな人だった？できるんですよ。普段あんま喋んない、そういう話。できるんですよ。たまに手作りのおにぎり持ってきてたりとかしますよね。あ、そう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 。でも人間ぐらいはそうだけど、でもインスタで出てくるおにぎり、ちゃんとした料理なの、うん、いやいや、見てます見てます。そうそうそう、作り方からね、こう、そう、順番に食材を最初にやって、これで何ができていくでしょうみたいなインスタグラムをよく上げてます。いや、あんだけね、できて、はい、その美味しいご飯も作れる、はい、可愛い女子をモテないわけないでしょうか、これ。いやー、ちょっと、どうなんですか。どうなんですかね。かー、分からない。ちょっとこれね、だから視聴者の皆さん、これだけ言っときますけど、原さんはね、まあ、アイドルの時はもちろん恋愛して、はい、禁止ですからね、やってないにしても、アイドル辞めて以降もね、かたくなにそういう恋愛の話ね、しないんですよ。まあ、できてた時期あるかもしれない、もしかしたら、でもね、教えてくれない。どうなんですか。いや、私もね、1人や2人や3人や4人やすごいな。20人含みを持たせて。そうなんでしょうね、はい、でもいつぐらいからよ、その料理ちゃんとこうハマったっていうかさ、もともと
料理結構割と好きで、実家の時から、実家の時から、私大学生の時からのお菓子作るのすごい好きだったんですよ。そうで、ホールケーキとか、そう、家族の誕生日にもうなんか3層とかになってるケーキ作ったりとか。マジで、これマジなんですよ。してて、でバイト先がデパ地下のお惣菜屋さんだったから、そこで揚げ物とかバイトでしてて、お弁当詰めたりとかっていうのもあって、でまあちょっとあのアイドル業が忙しかった時はあんまりやってなかったんですけど、最近あのコロナ禍でおうち時間が増えて、そこからもう一回また料理にハマりました。さっきね、ちょっと見せてよ、なんかと思ったらさ、なんかこうチーズこんなんでこう削ってさあれお餅、お餅、あれ餅なの、あれお餅削る機械なんですよ。そんなん持ってる、いや待って、お餅が好きだからいやだから割とさ、本格的ななんかこうハンバーグにチーズがーとかさで切って、ちゃんとこう開けたらダラーンみたいな。そうえ、あれハンバーグじゃないです。何はあれ、ポテト、マッシュポテトで作ってる。マッシュポテト作るの？すごい、マッシュ作るの。で潰すやつで潰して、そんな機械普通あんまないですよね、一人暮らしの。そうよ、でもマッシュする機械実家から持ってきましたね、あの一人暮らし始めたのも実はそんな前じゃないもんね。ちょっとね、あまり言ってなかったんですけども、ね、うん、ちょっとこっそり、はい、エンジョイしてました。そういやだからね、本当になんか開眼してるなって、ほら僕最近になって見始めたから。でも前からじゃあ得意でやってたのね。そうあれも作りましたよ、あのなんだっけ、チキンライス、シンガポールにある、うん、海南チキンライス。そう、はい、あの写真多分ここに出してくれてると思うんですけど私の顔潰れてるんですよこれ作ったりとかしましたね。すごいね、本格的に。そうね、今日はだから、はい、なんでまたこの2人でやろうかと思ったのは、はい、一方みなみはっていう話これないですかね、私一方みなみはっていう話です。全然聞いたことない。そうやろ、うん、だからね、なんかこう、うん、たまたまなんかのタイミングで多分ね、お母さんと一緒にお菓子を作ったみたいな時があった時にめっちゃドヤ顔できたのよお前インスタ載ってた、ね、なんかあのクマがアーモンド持ってるみたいなのめっちゃあーやつ載せてたでもね、それめっちゃドヤ顔で出してきたっていうことは普段はどうなんだろうっていうのを今日ちょっと聞こうと思ってね。はなちゃんがすごいのはもうね、フォロワーの皆さんもきっと分かってるし、うん、まあ、見てないという方はぜひちょっとフォローして見てみてください。すごいいっぱいありますよ。ただ一方、在津みなみはどうなんだ。いや、あのコロナが流行っておうち時間でみんなこう料理とか始められたじゃないですか。それに私も乗っかって、なんかちょっとクッキー作ったりパウンドケーキを作ったりとか、お菓子作りにハマったんですけど、1ヶ月くらいで飽きました。飽きた、ちょっと早くなよ、買った方が早いなと言うてもだな。え、でそれは何、1ヶ月間の中で作ったクマちゃんのクッキーがなんかインスタに上がったわけ。インスタに上がりました。なんかいろいろフレンチトーストとかも載せてたと思うんですけど、もう何日かで何ヶ月かで。じゃあ、いっちゃん最近作ったものって何？確かに、いっちゃん最近、うん、どれぐらい前ですか？直近最近ってなんだろう、今年じゃないな令和3年ではないよね。そのほら1ヶ月間ぐらいハマったのいつぐらいなの？うん、だからあの去年 の緊急事態宣言が出た4月とか5月とかのあたりで、やっぱりおうち時間何しようってなった時に、そうそう、私も料理しなきゃと思って、まずは甘いものを
スイーツからと思って始めたんですけど、ちょっと私には向いてなくて。もうすぐ1年経つぞ。そんな中、君の今手には絆創膏がついてる。それ別に包丁で切ったとか、そういうことでもないので。そういうことかった。これただの手荒れです。じゃあなんか結構家事とか手伝ったりとかするって。本当にたまに。正直に言いなさい、この場では。この場では正直に言いなさいよ。私はほぼしてないです。お前もさ、いいお年頃なんだからさ。じゃあね、なんかこう、例えばね。いい素敵な男性とかとお食事行ったりしたときに、はい、あのなんか得意料理とかあるんですか？もう聞かれ、これ絶対聞かれるって。ですよね、今なんてこと今なんか卵焼きだったら作れるかな。聞かれはしないですね。まあ、でもまあ得意なね、料理が得意な男性とかもいらっしゃいますから。じゃあその辺どうなんですか。じゃあ料理に関して南のスタンスは、はい、ほら今後腕を磨こうと思ってるのか、いやもう私は得意な人と一緒にいればそれでいいんじゃない、うん、いやいやいや、ちゃんと料理を作る奥さんになりたいですよ。ほらおお裏腹だね。だから全然言ってることとやってること違うよね。気持ちはあるんです。気持ちはやっぱりこうちゃんとメインと副菜と栄養とか。気持ちはある、気持ちはある、わかる、気持ちはある、すごい気持ちはある、わかる。で料理できてる私もイメージできるんですよ。はいってこう子供たちと並べて、はい食べてって言って、ちょっと現実はちょっと違う。今のイメージ、そこ何が並んでるの、そのメニュー。なんかこう、うん、お肉料理とかのメインと、あと野菜たっぷりの副菜がこう 2,3 種類と、 2,3 種類、デザートのフルーツとお味噌汁とご飯。もう今のもね、やっぱやってない人の典型でさ、お肉料理の何かってもうね、全然具体性がないわけよ。お前焼いて出てくるステーキとか何してるの、お前。ね、何が並んでるのお肉の何かね。いやほら、でもね、そうやってやる気があるんだったらね、なんかこう行動移した方がいいよね。お、いやこれね、実は私のね、あの奥さん通っている料理教室、一回南連れて行ってるわけよ。え、行きました。一回だけ。奥さんと一緒に。はい、なんかもう料理ちょっと覚えたらみたいな感じの話が盛り上がって、うちの奥さんと一緒に料理教室に通ってるわけ。一回だけ。一回だけ。一回だけ。その後、次いつですかとかいう話にはならなかったっていう。どうでもいいよ。すっごい楽しかったんですよ。奥さんで作って。ただあの、レベルが高すぎて、私はもう野菜の洗い方とかそのぐらいから始めないとなんかもうついていけなくて。でもこれってさ、ほら俺よくわかんないんだけど、あれちゃんさ、うん、どこで習うの、ほらあれちゃん今できるわけじゃん、うん、どうやったの最初は。お母さんとかに習うの。わかんない。別にさ、そう言われてみたらわかんないかもしれない。学校の調理実習じゃこうは習うわけでしょ。それでなおかつもう腰が上がらない。諦めよ。出た。諦めよ。腰が重たいで有名な原直子が言ってますからね。これもあの前回の動画を見ていただければわかると思います。人間には誰しも得意不得意がある。そう。もうね、はい、やりたくないことは多分やらないっていうはずなのか。気持ちあるんですけどね。食べるの大好きだし。だって今ほら宅配とかもすごい低価格。すごい流行ってるし、話がそっちの方向に行ってるの、はい、だからもう食事はもうそれでいいよって言ってくれる人と一緒に住めば何ら問題がないから、別の何か、別の何か極めればいいんじゃないですか。こうまあ異性が気を引くようなマッサージめっちゃうまいとか、はい、じゃあまあそれに限って言うんやったら、そうなんか例えばなんか、ね、恋人に振る舞うんだったらこれみたいな。私これ、これ私と一緒にいるとこんな特典ありますってよく言う話だよね、これね。胃袋掴むみたいな、はい、昔で言うところの。そう、何何あるかな。顔が可愛い以外で。いや、何にもないかも。ダメだよ、お前。ああ、
あでもお笑いとか YouTube とかそういうことについて楽しく語れるので、今おすすめの旬な YouTuber を紹介できるっていう。できるし、でお笑いとかも一緒に見て笑えるし、いいやん、ライブに行ったり、お笑い診断士みたいな、お笑い好きな人だったらいいかもしれない、うん、あでもいるんじゃないのこれ、これ多分今見てくださってる方で、あ、俺俺って言ってる人いるかもしれないね。違いますか、あなたにおすすめのお笑いのタレントさんを紹介してくれる、 あ、 いいです、ね、あなたに合わせたってすごい、このジャンルはないよ今。確かに、まあ、いいじゃんこれ、いいですね、チャートみたいなの作ってたで、あの漫才かコントかみたいなこのチャートみたいな年代別に大好きなみたいな、これ面白いかもよ、もうちょっと清めてみたらいいかもしれないです。だからもうあなたとこうコミュニケーション取りながら、ああそういうあなたには多分このコンビのちょっとネタ見てみてくださいっていうね、今なんとかコーディネーターってねいっぱいいるからね、お笑いコーディネーター、もういいじゃんもうねほら吉本さんとか、あとはねナベプロさんとかと組んで、あ組んで、そう斡旋するっていう、まあいいかもしれないですね、すごいね、もう完全にお前料理に見切りをつけた。いや、でも私もじゃあもう諦めてないですよ、料理は。本当気持ちの上では。やったら報告して。いや、だからさ、ちょっとね、ほら、僕もね、この YouTube チャンネル盛り上げていきたいと思っていて、なんかライブ配信するのになんか条件があるでしょ、きっとね。なんかフォロワーさんがどんくらい、ね、はい、いなきゃいけないとかいうのがあると思うんで、それ達成した暁にはですよ、ちょっとこれなんか機械を作って、うん、あのみなみちゃんの3分クッキングみたいな、おちょっとライブでこう配信するみたいなことをちょっとやってみるとかね、やばい、うん、お菓子じゃないやつ、ないやつ見たい、あらちゃん先生の横でみなみちゃんがちょっとやってみたいな、楽しそう、めっちゃいい、あのなんかさっき言った妄想のさ、お肉と副菜の2、3種類2、3種類作るんだけど、どれだけ大変かっていうことを実感してもらう、実感してほしいね、簡単に言うんじゃないぞ、簡単に言うんじゃねえぞ、お母さん大変なんだぞみたいな、野菜最初からちゃんと洗えてるのかいいね、ちょっとこの実現に向けて、はい、まだ盛り上がっていきたいなと思っておりますけども、はい、どうですか、やる気はありますか、やる気はあります、やる気はずっとあるんですよ私、もうやる気なくなってたじゃん、だって今日の時点でまあ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 、じゃあもうみなみちゃんに約束ことです、もうこのチャンネルでは嘘はつかない、はい、ね、やる気なかったでしょ、まあ、簡単だからね、いやね、これあの朝です視聴者の皆さんだったらわかるかもしれませんけども、以前ねあの水と緑っていう特番が、うん、あの1年に1回ある中で、はい、みなみちゃんがね、あの実は味味覚がちょっとおかしいんじゃないかっていう企画があってね、あれをもうほら改善したわけでしょ、はい、今は、はい、おそらくそうそう、うん、そうだからもう今味覚はきっと敏感になってるはずなんですよ、うんうんうん、以前よりは、確かに、ただもうその味覚をしっかり生かしてね、腕ですもんね、まあ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 ちょっとやる気ないよね、これ怪しいねこれね、ほらちょっと皆さんに約束しなさい、ちゃんと、いやまあ料理いやでもちょっと嘘つかない方がいいなきゃいけなくなるから正直正直、ね、これが正直だ、いいね、これそういうことですわ、だからね普段はあの芸能コーナーで進行をやってますけども、はい、あんなみなみちゃんは料理は全くできないっていうのが現状ですので、はい、どっかのタイミングでただ火をつけてね、はい、原先生のもとちょっとライブ配信はぜひやりたいなと、それをね、ちょっと食べさせてくださいよ、はい、ちょっとあらちゃんに食べてくれますか、山田さんに作ってもらって大丈夫ですえなんと私監修なんで食べなさいよ、あなたも一緒にはい、そこは山田さんにどうなることやら、ぜひ皆さんこの行く末気になる、ぜひ実現してほしいという方、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします、それからね、私の動画に低評価ボタンも結構ついてるんですけど、皆さん面白いと思ったらいいねボタンもぜひよろしくお願いします、お待ちしております、それでは次回またお会いしましょう、さよなら、私は普段あまりしない料理やお菓子作りに挑戦しています。今日は簡単にできるチョコレートクッキーを作ります。
まずは溶かしたバターに材料を混ぜていきます。砂糖、生地ができて天板に並べたので今からオーブンで焼きます。これ実現するか、いやー頭抱えるね。南イズ、南イズ、いけるいける、食べるのは好きなんですよね。いける